生駒山は奈良県生駒市と大阪府東大阪市との県境にある標高642メートルの山、生駒山地の手法である。生駒山が記録に現れるのは日本初期における人武統制の一節であり、カ山といわれ彦コ村と長瀬根彦が山徳において激戦を繰り広げたとされる。一等三角点が置かれている山頂は奈良県側にある。山上には 三条、中腹には大阪府、奈良県にある各テレビ局の京阪神と奈良県をカバーする送信書が別々に設置されている。かつては企業の保養所や別装置として多くの建物が設けられていたが、現在はその多くが役目を終え廃墟となっている。古くは縁の行者による鬼退治の伝説で知られ、三腹には現世信仰で知られる。 宝山寺を中心として、滝の修行場や祠など、大小様々な宗教団体の施設が設けられ、宗教法人として届けられていないものも多く、その総数は把握されていない。神社に関しては、奈良県側の山麓に、生駒山の神を祀る上り場在古朝と彦神社が、大阪府側の山麓に、石切山で親しまれる石切剣や神社や、 元春日と呼ばれる平岡神社等がある。いわゆる霊山として捉える人もいる。近鉄奈良線新井駒トンネル、近鉄京阪奈線生駒トンネル、及び第二班奈有料道路阪奈トンネルが東山を東西に貫いている。生駒山の地形は大阪側は急斜面となっており、奈良側は比較的緩やかである。水源が何箇所かあり、大阪、奈良両端に流れ出ている。 内陸性気候である、生駒マ山からは、いわゆる生駒卸おろしによって、大阪側のふもとや奈良盆地に強い風が吹く。そのため特に冬季は、奈良北西部では、生駒山の頂上に近い低い気温となる。最寒月の平均気温は、生駒山頂が摂氏0.8度、奈良北西部で摂氏1.5度、奈良市内が摂氏3.8度くらいである。また、奈良盆地で、 放射冷却が起こる一因ともなる。伊駒山は標高642メートルほどであり雨雲、雪雲が山を越えられず、向かい側でから風となるようなことはなく、大阪、奈良の降水量にはあまり影響を及ぼさない。冬季は雪深くなるといったことは、ふもとと同じく少ないが、山頂付近は年10回程度1から5センチメートルほどの関節は見られる。山頂付近であっても、 ブナなどの落葉紅葉樹林ではなく、全体としてシーカ種類の常緑紅葉樹林である。山中には竹などの侵入が一部見られ、竹がいも危ぶまれるが、基本的にスダジー、ナラ、クヌギ、コナラ、カエデ、アカマツ、ヒノキなどが見られる。コンゴウなどと比べ植林が少ない。ナラカレが所々見られ調査が行われている。 奈良県生駒市の近鉄奈良線生駒駅から生駒工作線が通じているほか、に生駒スカイラインを利用すれば、車で登ることができる。登山道は、近鉄奈良線ぬかた駅、石切駅、生駒駅、近鉄京阪奈線新石切駅からのコースがある。標高はそれほど高くないが、かなり急峻で初心者が簡単には登りづらいところがある。また、登山道から外れると、 木々が生い茂っているので、現在地がわからなくなり遭難しかけることもある。この山は見かけによらず、険しいことを生じの上で、よく準備して登るべきである。詳細は、生駒山テレビ FM 送信所参照、学園前、出展、フリー百科辞典、ウィキペディア、ありがとうございます。